はい、皆さんおはようございます。和道です。今日は何年だ？今日は2019年の、3月の17日朝の8時36分です。よろしくお願いします。おはよう。コメントビューは立ち上げます。はい、バト2、風船ありがとどうかな？ もしよかったらね、テストとかワード2って書いてください。よろしくお願いします。よいしょ。大丈夫？音も聞こえるかな？今ちょうどね、起きてね。いや、これね、だいぶ昔にね、女性リスナーさんが買ってくれたんだよね。和道になんか似合うブランドがあるって言ってくれて、私がすごい好きなブランドで、和道絶対似合うから着てほしいって言ってくれて買ってくれたんだけど、全然着てなかったんだよね。リスナーさんからのプレゼントですね、これは。久々服が洗濯中でなかったんで着てるだけですね。ああ、そうだ、リスナーさんからね、いろいろ届いたよ。レターパックで、これと、あと、体重計、これ任意だね。体重計が届きました。ありがとうございます。いつもありがとう、みんな。プレゼント。多分ね、レターパックはタバコとかだと思うけど。よくしてもらってますよ。おはよう。よろしくね、今日も。ありがとう、おはよう。一発目おはよう。みーすけさんから花火いただきました。本日一発目、ありがとうございます。ありがとう、みーすけ。ありがとう。おはよう。今日はね、ちょっとね、午後ね、映画っていうか、まあ映画ではないんだけども、撮影の打ち合わせがあるんで、ちょっと後で移動しちゃいますんで、今日は放送時間少なめです。今から2時間ぐらいやって、それで終わりかな。もし夕方ね、時間が空いたらやろうと思ってます。よろしくです。コンティニューコインありがとうね。コンティニューコインありがとう。カチンコプレゼントありがとう。
やめなさいよ釣りやってるなこの人。釣り面白そうだな、いいな。今日は日曜日？今日は日曜日かな。なんかね、コテハンをワド監督に変えてからね、だいぶ時間経つんだけどね、まだ俺のことね、漢字でワドって呼ぶ人がね、いてね、なんか違和感感じるんだよね。エゴサーチとかかけてもね、あ、ワドでみんな書いてるんだとか思って、統一感がないよね。なかなか直してもらえないんですよ。筋肉痛がすごいね。抜けないな、なかなか筋肉痛が。
嘘。マジで？手に入ったの？マジで言ってんの？手に入れたの？捨て頃。すごいじゃん。絶対手に入らないと思ってたわ。よかったね。キャンセル出たんだ。ラッキーじゃん。やば。何それ、便所太郎さんの枠でゲットできたの？すごい、運強えな。俺絶対来れないと思ってたもん、ボン。あ、そう。RS って結構いい席、高い席じゃないの？ 1 万円ぐらいする席じゃないの？おめでとう。よかったね。手に入ったんだ。E プラスでゲットしたな。あ、もうサイトチェックしてたんだ。すごいね。もう支払い済みで完全に手に入ったの。やば、プレミアチケットじゃん。よく手に入れたね。毎回300席がっつり埋まるからね。おめでとう。よかったじゃん。人気イベントだからね。すげえな。なに、じゃあ2枚分取れたってこと？でも配信好きな人じゃないと友達見に行っても面白くないんじゃないの？配信分かってる人なの、その人は。大丈夫なの？多分配信分かんない人からしたらただの素人の、プロよりもひどい、地下格よりもひどい、ただの殴り合いだからな。よかったね。いや、なんかね、映画のね、構想ばっかりやってるから、夢の中が統合失調症になってて、すげえ怖い夢見た。なんか妹と弟と小さい頃の俺が、こう、自転車とかで、こう、走って旅をしてるんだけど、妹が車にバーンって轢かれて、で、うわーってなってんの。そしたら、歯茎が落ちてるの、妹の。歯茎が落ちてて 歯茎が、で、妹がいないってなったら、妹がその車の下にくっついてるのがもう俺は歯茎で分かって、ああ、妹はもう焼けただれてるんだ。そしたら弟が車をグッてやって、うわーって言ってるの。で、俺はもう見るな、見るなって言ってるんだけど、お姉ちゃーんって。 俺はもう歯茎を見ながら、やめるんだ、見るなっていう、そういう怖い夢を見たね。あ、ふわっちのリスナーならいいね。よかったじゃん。RS っていくらの席だっけ？ 1 万2000円だっけ？いや、でもね、なんかリアリティ、今はギャグっぽく言ってるけど、リアリティは半端なかったの。すげえ気持ち悪かった。多分顔面焼けただれてる絵みたいなのが浮かんで、ギャグっぽく言ってるけど、その夢の中では超気持ち悪い夢なの。その妹が死んだっつうか大怪我する夢だから嫌だったね。っていう、なんかそういうグロい系の夢を何個か見たけど、 RS はあれか、8000円か。あ、でもね、映画の構想がね、3つの物語ってやつがだんだん見えてきたね。なんか頭の中でずっともう考えてて、あ、こういう展開だっていう展開が見えてきた。で、俺も出る、これは。なんとなくその結論みたいなものが出始めてきてて、なんかね、ほんとね、サイコサスペンスになると思うよ。いい感じになってきたね。頭の中でも絵が完全に見え始めてるから、あ、で、これいいなと思って、で、この演技は多分俺じゃないとできないなと思って、もう映像がくっきり見えてるから、頭の中で。
これ俺子供の頃からだからあれだ、人の脳みそ覗いたことわかんないけど、妄想の世界が現実を凌駕するっていうことってみんなの中にはあるの？現実なのか妄想なのかわかんなくなるっていう現象ってあるのかな？俺が病気だからなのか、子供の頃からそうだったから、普通の人もあるのかなっていう。いや、ぶっちゃけた話言うと、あるか。ぶっちゃけた話を言うと、別に最後尾の列でも全然見えるよ。最後尾の列でも全然見える。余裕で、もう、どの席でも面白い。むしろね、ひな壇席でもいいぐらい。RS ってどこら辺だったっけな。RS はひな壇じゃないはずなんだよね。で、4列目だったら、多分花道の方かな。花道の方かな。まあ、いいイベント会場だよ。どこの席からでも、もうくっきり見えるから。こんなに本気で殴り合ってんのって思うよ、多分。引きの画面で見るのと全く違う。みーすけもね、スパーリング見たことあるから、生で見ると全然違うよね。その画面の携帯画面で見るのと、肉眼でちゃんと見るの全然違うよね。で、まあ、みーすけが見たのスパーリングだけど、ポチエム吹っ飛んでたもんね。ボーンっつって。で、動画で見てみると、あ、こんな感じに見えるんだってなるでしょ。ヘッポコ感っていうか。だからプロがいかにすごいかだよね。いや、楽しみ。多分すごいと思うよ。4列目とか汗のしぶきとか飛んでくるからね、普通に。もうパッチパチにスポットライト当ててるから、ボーンって当たった瞬間とかブロックした瞬間、汗がスパーンって弾け飛ぶの。本番はもうスポットライトとか作ってるから、プロが見やすいように。もうすごいよ。しかも本人たちも本番だから、まあまあ、ポジティブの時若干ピッチ上げたけど、全然迫力あるよ。金払う価値はあると思うね。おはよう、スーパークリックさん。おはよう。まあ、一回は、捨て頃は見た方がいいと思うけどな。配信好きな人だったらね。おすすめだよ。だから逆に俺、客で見たいもんな。客席で見たいもんな、捨て頃。レインくん出るの？レインくんって出るの？柔術の人でしょ？出るのかな？今回出るっけ？出るんだ。空手？え、出なくない？レインくん出ないけど。何？ほんとポンコツだな。出ないよ。レインくん。出ないよ。ポスターに名前載ってないよ。たぬきちらんさん、てっしするのしん、ワードバファリン、サルノスケセブン、なおきにいさん、ゆつおくん、たつひこ、チョコ、コネロトール、原田よしき、みやびくん、ふきんやし、カズ軍曹。いや、だから出ないよ。出ないよ。俺、だから何回も言ってるじゃん。で、そんな人出ないよって。何言ってんの、ボンって。どこ情報よ。嘘って。逆に何が、どうして出ると思ってんのか分かんなくて。どこにいんの？光くん、カズ軍曹でしょ。これアウトサイダーの人でしょ。たぬきちくん、ランさん、てっしーし、つるのしん、ワドー、バファリン、サルノスケ、セブン。あ、出たわ。いたわ。ごめん、いたわ。
いた。ごめんごめん、いたわ。悪い。いたわ。出るわ。出るわ。悪い。いたわ。出るんだね。ああ、すまんすまん。誰と対戦するんだろう。誰とやんの。これね、リスナーさんからのプレゼント。甘いお菓子大好きだよ。大好きだよ。大好き。差し入れ？差し入れ持ってくんの？甘いお菓子。いらん、いらん。タバコ買って。差し入れいらん。差し入れを持ってくるぐらいだったらステッカー買って。一番喜ぶのは俺に金を落とすことだから。うん。金かタバコを持ってきて。一番喜ぶのは金だ。金金。その500円を、その500円、1000円を、現金、金が一番いい。金が一番いいって。世の中金だから。金金。
レインくんってゲーム配信者じゃなかったっけ、あの子って。何配信者だっけ。ゲームだよね。あ、そうなんだ。俺だけどスーパーファミコンのレトロゲーム配信また多分近々やるよ。配線買ったから。ちょっともうなんかダラダラコメントがない時はもうゲーム配信やる。レトロゲーム、スーパーファミコンの。おはよう、金魚姫。おはよう。アイテムありがとう。ボンありがとう。
お、スーパークリックさんありがとう。スーパークリックさんありがとうございます。サンキュー。ういえ、キャスティングありがとう。スーパークリックさんありがとう。金魚姫ありがとうね、キャスティング。今何位だろう。マカロンありがとう。監督アイテム欲しいっすね、皆さん。監督アイテムよろしくお願いします。今何位だ。昨日アイラがねすげえ投げてくれて7位ぐらいまで行ったのかな。8位か。23位。え、こんなに落ちてんの。23位、やば。また今回もダメかな。予選落ちか。1回ぐらいこういうランキングの恩恵受けてみたいけどな。おはよう、ゆうさん。おはよう。評価されてもっていうか、なあなあ、どうすね。もうほんと生きてくだけでいっぱいいっぱいで、活動費に当てられないもんな。投げてくれる人が全然いないんだよね。悔しいよね。辛いよね。いやー、これは出たいよ、映画は。役者の経験もしたいし、現場踏みたいし、勉強になるから。まあ、だけど、三井だもん勝ちゲームだからな。AKB と一緒だよな。悔しいけど。もう、なんか、なんだろう。悔しいよね。悔しい。もう、やだよ。
もうずっとこんな感じだからね。別に俺50万ぐらい稼いでも、なんか50万ぐらい稼いでもいいんじゃないのっていうふうに思うけどな、自分の中でな。悔しいよね。いやもう毎回へこむだけだから、もうなんかボロボロだよ、もう。もうなんかね、やだね。結局だから金持ち掴んだもんゲームだからね。苦しいな。なんか流れ変わんねえかな、ほんと。神様は意地悪だよ。まあでも続けるしかないんだけどね。諦めたら終わりだからね。踏ん張るよ。もう気持ちと行動力でカバーだよ、そこは。まあね、運がなかったりとか、それで評価されなくても、それもそれで人生だからね。結局才能がなかったってことだから。やるしかないんだよね。やるしかないよ。そうそうそう、行動あるのみですよ。でもどっかでね、なんかいい思いはしたいなって思うよね、この苦しかった分ね。見返してやりたいよね。おはよう、知らんけど。キャスティングありがとう。おはよう。ローニーエース買うの？あ、無料アイテム投げないでもらいたいっすね。おはよう、ニンニー。おはよう。フルアイテム投げてる人ブロックね。キャスティングありがとう、ニンニー。20位以内じゃないですよ。なんすか。ありがとう、ミースケ、キャスティングありがとう、4つ。触ってから決める？うん。花火ありがとう。知らんけどありがとう。
キャス閲覧10とかだよ。今もやってるけど。知らんけどから花火いただきました。ありがとう。サンキュー。無料アイテムは結局マンスリーのなんつうのポイントが上がるだけで、俺の収入が多いと思われるだけだから嫌なんだよね。なんか数字だけ50万60万とか言って手取りが18万とかだから誤解されるじゃん。いやお前稼いでるからお金いらないだろうって言われちゃうからやめてほしいんだよね。稼いでないのに無料分だけかさ増していってワド稼いでるじゃんって言われちゃうから。ランキングポイントにそんな影響ないしね。ありがとう。剣断面からキャスティング10個いただきました。ありがとうございます。10倍出た。ありがとうございます。ありがとう。これランキング上がったでしょ。10倍の10個だからね。100個分もらったよ。ありがとうございます。やば。え、ランキング上がったんじゃないのこれ。どう、やば。10個で10倍出たから、これ。え、上がってないの嘘でしょ。え、100個分なのに上がってねえんだ。マジかよ。え、マジか。あー、ありがとう、ハート。あ、リンゴさんブロックっすね。ごめんなさい。お疲れ様です。あの、うちフォロワー限定なんで。あ、20位まで上がった。マジで。うわ、ギリギリだな。ありがとうね、ケンタンメン。嬉しい、嬉しい。20位まで上がった。マジか。ベネツィア。わあ、監督ありがとう、ミースケ。あ、20位までなんとか食い込んだな。もう100個ぐらいいったら安泰かな。わかんねえな、今日。配信する時間がねえかんな、今日な。うわー、ありがとう、金魚姫。10個ありがとう。映画監督ありがとうございます。ういっす。ありがとう。サンキュー。これ出てえな。俳優ワドをやりてえな。俳優ワド、うん、いや何回言っても分かんないんだね、フォロワー限定放送だって。うん、なんかブロック入れさせないでくれよな。なんでプロフィール欄読まないんだろう。
しかもさ、散々さ、俺さ、アンチにさ、ノーギャラかよ、ノーギャラかよ、交通費も出さねえのかよとか散々言われたじゃん、俺。覚えてる？みんな映画作るとき。なんでふわっちのイベントが同じことやったら誰もそれ言わないのっていう。思わない？はってなるでしょ。なんだったらあいつらさ、俺に向かってさ、ギャラ出してやれよスタッフにもとか言ってたやつら何だったの？でしょ？だからあいつらに正義なんかないんだよ。誰も言わないじゃん、運営がやる分には。運営全く同じことやってるどころかさ、金を引っ張ってるんだよ、それどころか。ほんと腹立つよね。俺には言うけど運営には言わねえんだと思って。そんなもんだよな、あいつらの正義なんか。そう、叩きたいだけなの。そう、俺のことを叩きたいだけで正義なんかないんだ。誰も文句言わないじゃん。それどころか宿泊費も出さないって書いてあるからね、規約読んだら。だから結局配信者儲けたいだけだし、出させてほしいよな。普通に出たいもん、これ。ありがとうリコちゃん、キャスティングありがとう。ペコペコランド、おはよう。今日の衣装春っぽい。リスナーさんからのプレゼントだよこれ。顔合わせ、撮影に応じる交通費、宿泊費等は自己負担となります。本作品の出演料は無償となります。本作品の制作上映販売についていかなる対価も発生しませんって。でしょ。うん。しかも権利は全部有限会社同栄同エンターテインメントに帰属するとか全部書いてあるじゃん。でしょ。俺はさ、別に売り上げ上がったらちゃんと分配するよってスタッフさんと演者さんにはって言ってるじゃん。で、なんだったんだよ、じゃあ俺のこと叩いてたやつらはっていう。腹立つよな。じゃあ俺がやってて俺は詐欺だって言われて、なんでふわっちは詐欺だって言われねえんだよな。むしろこの映画のイベントも多分俺結構俺が影響してると思うんだよね。ふわっちで映画撮りたいって言ってるやつがいるから、映画会社がふわっちに連絡してみようっつって。絶対影響あると思わない？俺の配信の今回の企画がふわっち内で通ったのって。うん、悔しいよね、なんかね。まあまあ結局実行力だけど、なんかモヤモヤするよ。まあ結局映画の内容がいいかどうかだけどね、最終的には。
これで映画が当たんなかったら意味ないですね。おはようございます。フォロワーじゃないんだ、ごめんね。うちフォロワー限定放送なんでブロックっすね。服のサイズもね、ぴったりだね。でもちょっとやからっぽいけどね。すごいいいよ。なんか昔のやからっぽいよね。俺が着ると特にそう。コンティニューコインありがとね。アウトレイズ、おい、誰がコカインだよお前。アウトレイズからまた逮捕者出るらしいよね。大丈夫かよたけしさん。まあでも俺ピエール滝が別にコカインやってても、いや、やってるでしょって思うけどね。いや、大麻吸ってるでしょっていう、逆に吸ってねえと思ったのかっていうね。いや、卓球も大麻やってるでしょ 100%。 どう考えてもやってるからね。やってなくてあのテンションだったらおかしいもんね。何をなんか騒いでんだろうみたいな。もともとそういう人じゃんっていうね。え、あの、なんだっけ、篠原、なんだっけ、シノラーっていたじゃん。だからあれ、医師の卓球と相性、電気グループプロデュースじゃん。いやーってハイテンションだったじゃん。これだからシノラーもコカインでしょ。当時高校生ぐらいだったっけ。あれはもうパッキパキに決まってるからあんなになってるんだよ。いや、そうでしょ。私はウルトラリラックスって。篠原めっちゃ美人になってるよね。篠原ともえか。篠原ともえなんか綺麗になったよね。もともと顔は整ってたもんね。テンションがおかしかっただけで。まあ別に、なんだろうな、なんか別にって感じだけど俺は。あのピエール滝に関しては、あのテンションはお薬の力でしょ。お薬が決まってるとしか思えない。なんか別に俳優さんはいいんじゃねえのと思うけどな。ジャイロ・ゼッペリ渋。まあ別に何にも思わないけどな俺は。なんか思う、がっかりしたとか書いてるやつ、な、何をがっかりしてんのこいつはって思うんだよね。別にお前に迷惑かけてねえじゃんっていう。あれが面白いよね。あの、なんか誰かが書いてたんだけど、ツイッターかなんかで、いや、電気グルーヴの CD 自主回収するんならジョン・レノンも、あの、なんだっけ、ジョン・レノンとあと誰だ、いや、ボブ・マーリーとかジョン・レノンとかさ、
あとなんでギターの神様、ギターの神様誰だっけ、なんつったっけな、なんだっけ、 あいつらなんか全員やってるわけじゃん。なんであいつらは自主回収しねえんだろうな。小野陽子が言ってたよ、もうジョンはマリファナばっかり吸ってて何もやらないって。よくわかんねえよな。あ、今あの清志郎が言ったのか、生きてる時に昔。オジー・オズボーンは もはやもう放送禁止でしょあんなの、うん、坂本龍一は音楽に罪はないっていうことを言ってたんだよね。あのこれ何のためにやんのみたいな、うん、別に本人逮捕されててあれだけど音楽に罪はねえだろうみたいなこと言ってて、でも俺は正しいと思うけどね。別に芸術家とか音楽やってるやつなんかね、映像やってるやつなんかさ、ドラッグやってて当たり前みたいな文化なんだから、なんかシラフのやつが面白いもんなんか作れるわけねえんだから。歌詞とか浮かんでくるっていうか、ほら俺はドラッグやんないけど統合失調症だから、やっぱなんつうの、なんかこう湧き上がってくるよね、やっぱ鬱とか躁状態とかっていうのは。だって放送見ててわかるじゃん、明らかにあの和道が好きだって言ってるの全部病気じゃん。躁の時でしょ、みんなが好きだ和道面白いって言ってるのと俺が完全な躁状態に入ってる時じゃん。解放もそうでしょ、うつ状態の俺はつまんないっつって、だから薬で思いっきりアッパーに上げてるだけでしょ。よっさんと金梅さんだってアルコールドラッグだよ、あれドラッグで勝ち上げて何言ってるか分かんないから面白いってなってるんでしょ。だからアルコールが良くてなんでお前らそのパフォーマーとか芸術家批判してんの意味わかんねえんだけどって思うけど。映画監督ありがとう、キャスティング。俺別になんかいいんじゃないと思うけどな。っていうかだったら聞くなよって思うな。だから囲いなんてもんは勝手なもんなんだよ、ファンとか言ってるやつは勝手なやつなんだよ。サラリーマンじゃねえんだから。ジミ・ヘンドリックスかな、うん、フォローしてない人はブロックだからね。あ、そうなの、あんまり関係ないのコカインって。あ、そうなんだ、へえ。あー、肉肉ごめんね、今までありがとね、ブロックです。フォロワー限定放送なんですよ。フォローしてない人、匿名でなけてもブロックだからね、覚えといてね。いいねありがとう、サンキュー、いいねありがとうございます。なんか潜って見てましたっていう人たまにいるけど、潜って見てるのは泥棒だからね。なんか恩着せがましい、なんか褒めてくださいみたいな、私偉いでしょみたいな感じで言ってくるけど、俺からしたら泥棒だからロム線は。自習だからただの。金払わないでただ見してましたっていうのを本人に言ってどうすんだよって、そう思わない。僕はあなたに1円も払ってなくてずっと見てました、褒めてくださいバカ野郎、褒めるわけねえだろ。
偉そうにすんのは1000円払ってからにしてくれ。いいねもナイスも俺も求めてないから、無課金無料アイテムとか。いや、厳密に言うとコメントするとブロックじゃなくて、本当は見てほしくないんだよ。見るなっていうのが俺の意見だからね。フォローしてないやつは見るなっていうのが俺の意見。だ目について無課金アイテム投げたりとか、コメント書いたら、俺が調べられるからブロックしてるだけだから。見なくて結構っていう。閲覧減らしたいんだもん俺。何にも困ってないし、収入上げることしか考えてないから。ちゃんと応援してくれる人以外いらない。ボブス？ボブスってなんだろう？服のブランド？予選通過したいね。監督投げてみんな。おはよう。監督アイテム投げて。予選通過させるかさせないかはみんなにかかってるから。監督アイテムバンバン投げて。投げなきゃ通過は絶対できないから。みんながここにいる、みんなが1個投げてくれるだけで変わるかんね。みんな投げて。ありがとう、みすけありがとう。コーヒー買ってこようかな。コーヒー買ってきていい？あー、映画監督ありがとう、匿名さん。ありがとうね。谷さんおはよう。いい？黒さん。いい？コーヒー買ってくるけどいい？
ただいま。初めてのお使いみたいな気分。なんで？もうおっさんだよ。あ、報告です。リスナーのニンニとリコさんからプレゼント届きました。体重計とリコさんからこれが届きました。ありがとうございます。ありがとう、リコちゃんとニンニから届いたよ。ありがとね、いつもありがとうございます。はい、ただいま。ただいま。アウトロー、アウトロー、なんで？ M さんおはよう。アウトローじゃないよ俺。あ、厳密に言うとアウトローなんだけど、日常的に使われてるアウトローっていう言葉の意味とは違う。国語辞典とかに載ってるちゃんとした意味のアウトローではあると思うけど、まあ一番しっくりくるのはパンクスだよね。パンクスが一番自分にしっかりくるかな、言葉で言うと。パンクスとは、パンクスとは、パンクスとは、パンクロックを中心に発生したサブカルチャーである音楽、イデオロギー、ファッション、アート、ダンス、文学、映画などの表現形態がある。パンクは独自に派生を遂げた小さい派閥から構成されており、その一部はさらに発展してパンクとは異なる独自のサブカルチャーを形成するに至ってる。パンクというサブカルチャーを体現する人々をパンクスと呼ぶ。一人の場合はパンク。なお本来は不良、青2歳、チンピラ、役立たずという意味を意味する俗語である。パンクスだよね。だって俺人ぶん殴ったり薬物プッシャーやったりとかしないもん。ただの、ただのクソだから。コンティニューコインありがとう。体重今何キロぐらいなんだろう。測ってみる。早速。服がだいたい1キロぐらいだから測ってみるか。開けます。何キロぐらいなんだろう。75はさすがにないと思うけど、だいぶ痩せたからね。え、ギフトお楽しみください。ニンニステゴロ3頑張ってください。ありがとうございます。オムロン電池入ってんのかな。
あ、入ってる。結構しっかりしてんな。何キロぐらいだと思う予想みんな。何キロぐらい予想。服込みで。65まで落とせるかな。結構雅くん70、75ぐらいあるからな。あんまり体重下げても危ないのかな。70ぐらいかな。身長の平均体重は、あ、ありがとうドクター M さん、リスナーさんからの昔のプレゼントだね。一番痩せてた頃で62キロ、68キロは俺の中では普通ぐらいで、体が一番切れててスポーティーな時で65キロ。多分ね70キロ台だとは思うけど、69キロぐらいだったらまあ仕上がってるかなっていう。いや多分ね68よりも上がってるはず。地域ってなんだ、電源がない。え、ないこれ、電池入れたんだけど。あ、逆か、間違えた。あ、やばいやばい、あ、やばい、どうしよう、電池逆に入れちゃった。68、まあ、結構重めは重めなんだよね。65キロまで絞ったらまあだいぶ締まってはきてるなっていう体にはなるけど、よし、こうか、いくよ。電源、地域ってなんだこれ、地域2ってなってるけどなんだろう。地域ってなんだ、北海道とかは別なんだ。上記以外に2で2、オフ、ちょっと測ってみるわ。じゃあうわ、64だって、じゃあ74だって、74キロ、やば、全然痩せてないわ。74だって、全然痩せてない、やば、相当絞り込まないと。74、全然だ、ちょっとやばいな、減量本格的にやんないと。だから多分1キロぐらいあるから73キロだね。服の重り考えて73キロぐらいかな。結構デブだね。リバウンドしちゃってるわ。
お茶バカありがとう。体調測ってよかったね。全然痩せないね。身長170だからだいぶ重たいよ。まあでも直樹兄さんの時より2キロは減ってるから、まあまあ。痩せんの結構簡単だから、3ヶ月で8キロ落とすのか。まあいいんじゃない？ちょうどいいかな。フォローしない主義だから、フォローしない主義の人は見なくていいですよ。あなたの主義をなんで俺が合わせないといけないの？フォローしたくないんだったら見なきゃいいじゃん。意味がわかんないよね。フォローしない主義は結構だけど、ここは俺の場であって、あの俺の空間だから。骨太いね。骨太い、骨格太い。フォロー しない主義だったら他の枠でやればいいじゃんね。フォロワー限定放送だっつってんだから。バカでしょ。あなたが何を考えてるのなんかこっちに知ったこっちゃうよ。便秘はないね。便秘はない。快便、便秘は持ってないですね。男の人で便秘ってあんまいないと思うよ。はい、おはようございます。おはよう。環境、腸の方が脳みそよりも生物として先にできてる、なんか優秀な器官だっていう話はよく医者とかがするよね。人間は腸から作られる、生物は。ありがとうございます。
新宿御苑いいんじゃない？新宿御苑いいんじゃない？だからしょうがないよ。ルール守らなかったらブロックだよ。ルール守らない人はブロック。わあ、ありがとう。金魚姫からお茶爆50ありがとうございます。ドンチキー行ったことを、新宿御苑の近くで働いてたからあるよ。3回ぐらい行ったかな。あるある。わかんない、何言ったか。いや、虎之助にとって悪いことじゃないかもしれないけど、俺にとって悪いことだったんでしょ。どっちが悪いかどうかとかじゃなくて、俺にとって悪いことだったんでしょ。いや、だから勝手になんか話してんのに話しない、できないからまた来るねっつったから、そんなんなんか勝手に決めて勝手にって話でしょ。そんなん自己都合すぎるだろ、いくらなんでも。自分だけ自分勝手に対応してよくて、なんで俺が自分勝手にしたら文句言うんだよ。おかしいだろ。知らない仕事かどうかなんか知らないよ。仕事前だったら見に来んなよ。じゃあ、はいはい、ブロックです。だったら来んなよ最初から。いや、バイバイじゃねえよ。だったら来んなよ最初から。不快。はい、おはよう。社会復帰したら仕事できると思いますか？野田総理が仕事できるかどうか。いや、優秀だと思うけどね。っていうか別に野田が社会復帰してるっていうか、社会で普通の人よりも稼いでて、普通の人よりも優秀だと俺は思ってるけど、野田が。野田はかなり優秀で、社会復帰をする必要もないっていうか、社会復帰も何も、彼は社会の一員としてかなり優秀な方だと思うけど、そう思わない？めちゃめちゃ稼いでるし、1000人ぐらい人集めるんだよ。めちゃくちゃ優秀でしょ。1000人の役に立ってるんだからね。琴ノ葉の庭のところ？何の話？琴ノ葉の庭のところ？知らない、知らないわ。そういうのがあるんだ。
むせえな。アニメの舞台が新宿になってんだ。へえ。お、ゆいこさんお疲れっす。ゆいこさん次いつ空いてる？俺今月結構空いてるからゴム肩切りましょう。空いてる日あったら。うん、了解です。今月空いてるんで。ワックスまで持ってきたいっすね。次。君の名はの人の作品なんだ。ああ、あいつ大嫌いだわ。君の名はとか大嫌いだから。そうなんだ、御苑が舞台なんだ。
我慢してる感じかな。なんかあれだよね、カズーンさんがヨッサンと揉めたらしいよね、なんかね。誰か詳細知ってる人いるの？これ。カズーンさんが、なんかヨッサンと揉めたっていうのを、なんか、ヒカルくんのツイッターかなんかで見てクッソ笑ったんだけど。何があったんだろう。いや、めちゃめちゃ喧嘩してたよ。知らないの？面白いっていうか、ヒカルくんのツイッターで、なんか、なんだこれみたいになってて。ヒカルくんもよく分かってないんだよ。なんかそのツイッター見てる限りだと。で、ヒカルくんのツイッターにおっさんの、なんか、その、カズーンさんのことが書かれてたんだけど、すげえ笑ったもん。なんか、とにかくカズーンさんがヨッサンにブチギレてるみたいな、これだ。あったあった。これ。だいぶ前だけどね。これ。ヒカルくんのツイッターで、おはようございます。朝起きたらこんなになってたわ。何があったんだ。携帯壊れて返信ができない。誰か知ってる人いますか？っていうヒカルくんのツイートで、カズーンさん、ヒカルくんのセコンド降りる。よっさんふざけんな。思った。俺に土下座するなら許すけどな。よっさんに合わせろ。絶対に。とにかくよっさんに合わせろ。すぐに。あいつ許さん。よっさんってやつは絶対に許さん。合わせろ。いろんなことしてやる。 いろんなことしてやるはちょっと面白いよね。 なんだいろんなことって。これは笑った。何があったんだって気になるよね。なんだ、いろんなことをしてやるって何なんだ。何をするんだろう。いろんなことをしてやるっていう、どんなことをするんだろうね。逆にそれ見てみたいよね。何をするんだろう。カズーンさんもね、酔っ払うと手つけらんないからね。カズーンさんもアル中だから、あの人。よ、あの、普段酒が入ってないとめちゃめちゃ温厚でいい人なんだけど、酒入るともう手つけらんない。 コメントぐちゃぐちゃになるから。多分酔っ払ってたんでしょ。夜中の3時だから。ヒカルくんのセコンド降りんのかな。何なんだろう。謎。
コインランドリー行ってこようかな。服がないから、今日着ていく服がないから、ちょっと洗濯物やってくるわ。フォワード監督コインランドリーに行きます。
銀次さん近いんだね。近い近い、いつも缶ジュース使ってるところ。すぐそこが銭湯で羽衣模様って言うんだけど、そこコインランドリーがついててすぐだよ。なんかさ、写真家とかでさ、すごいアーティスティックな写真撮る写真家さんとか誰か知ってる人いる？著名な人で。なんかね、写真がね、全然 Google とかに出てこないんだよね、なぜか。だからね、検索しても全然わかんないんだよね。なんか写真の勉強がすごいしたくて。わかんないんだよね。
ただいま。ただいま。うわー、ファンタスティックありがとう。すごい。ファンタスティック映画監督、ありがとうございます。すげー、ありがとう。100個ありがとう、映画監督。ありがとうございます。おはようございます。こんにちは。ありがとう。あざーす。ありがとうね。こんにちはです。すごい、聞くわ。こういう写真撮りたいな。こういう写真撮りたい。いいよね。この世界観とかもいいよね。これとかだったら作れそうだな。これもアイディアだな。なんかさ、写真でさ、なんかダーク系の写真撮ってる人でなんか有名な人とかいたら教えて。なんかお前このアーティスト好きそうだぞみたいなさ。画家とかでもいいや。なんかこうダーク系の俺が好きそうなさアーティストいたら教えてほしいですね。ちょっとなんか刺激がなくて今勉強したいんですよね。フォトグラファーでかっこいいフォトグラファーいるかな。写真の勉強をしたい、映像の。ただどうやって勉強していいかが分かんないんだよね。やっぱサイトとかあんまり載ってないのかな。
難しいね。今1個アイディアがあるのが、自分の写真をポートレートで撮って、そこをキャンパスに絵を描くっていうのをやろうと思ってんだよね。自分をキャンパスにしてそこに絵を描くっていう、写真をレイヤーで重ねていくみたいなアイディアはあるんだけど、元の素材と構成をちゃんとやっていかないとなとか思っていて、やりたい表現は出てきてる。あとそれをどう映像化するのかっていうところに苦戦してるかな。写真は写真で結構見えてきてはいるんだけど、映像表現でどうそれを表現していくのかみたいなところがまだ解決してなくて、自分の中で。黒巻きになるのかな。どうやってやっていくんだろう。苦しいね。写真のその今まで撮ってきたじゃん、半年ぐらいかかってんのかな。で今のところその素材なんだよ、自分の中では。で素材撮りの方はもう80点以上になってきたかなと思っていて、いや普通のポートレートだよね。でそれを素材として今度どうやってやっていくのか。で風景の方ももう撮れる、人物もポートレートもそこそこ撮れる。でこっからスタートなんだよね、フォトグラファーとしては。で今度フォトグラフが完成した時にそれをどう映像化するのかっていう段階で、でまあそこまでいったらまあ映画かなと思ってるんだけど、自分の中では。で段階踏んでて、今までやってんの写真、リスナーさんからするとさ、写真は写真、映像は映像で別パートだと思ってる人多いんだけど、実はそうじゃないのね。なんでフラッシュ焚かないかっていうところも全部つながってるんだけど、写真の撮り方ではない撮り方をしてるの、実を言うと。動画に向けての作り方をずっとやっていて、そこなんだよな。いいとこまで来てるんだけど、いいとこまで来てるんだけど、もう一息なんだよね。アイテムありがとう。
でもだいぶその自分の中にあるものと向き合えてきたかなとは思ってるよ。ありがとう、コンティニューコインありがとう。なんかクリエイティブな人と絡みたいね。クリエイターと喋りたい。クリエイティブな話をしたい。作家と話したい。作家と関わりたい。刺激が欲しいね。クリエイター、クリエイティブな人間と関わって刺激が欲しい。いないかな、どこに。
こうさ、自分の人生を振り返ってみるとさ、天才って孤独なんだなっていうのがよくわかるよね。洗濯物見てくるか。
時間がない。ごめんなさい、ここ初見さん禁止なんです。ごめんね。デザイナーではないよ、俺アーティストだよ。デザイナーじゃないよ、アーティスト。
あクリエイティブな人に会いたい。もやもやする。
みんなは今日休み？みんなは今日休み？休みだ。何してんの、みんなは。みんな今日何してんの。片付けしてんだ。長期休み。旦那とあれこれ買い出し中。ストップね。休日にまとめていいじゃん。見に行くの。え、イチロー東京ドームにいんの今日。なんで？あれ海外でやってなかったっけ。あ、マリナーズの試合あるんだ。へえ。何それ。イチロー日本で見れるんだ。もし話すことあったら和道がよろしく言ってたってイチローに言っといて。作品作りてー、作品作りてー、マジで。あー、作品作りたいよー、みんな。
品が作りたい。くそ。作品作りに没頭したい。洗濯物取り込んでくるわ。ああ。ただいま。
選択。ね、誰か面白い話して。もしくは話題振って俺喋るから。ワドこの話してって、ワドこの話してって振って。ダメだ俺は。何も浮かばない。頭がいっぱいだよ。パンパン。頭がモヤモヤ病だよ。モヤモヤ病。なんか喋るマシーンになるから、誰か話題振って。おしゃべりマシーンになるから誰か話題振って。もういい、曲もいらない。ありがとう、アイテムありがとう。何の話しよう。何の話しようか。話題振って。もうダメだ、喋れなくなってる。おしゃべりもできなくなってる。洗濯はね、いつもね、全部服がなくなったらだから2週間ぐらいかな。誰か何の話聞きたいか話題振って。お話しよう、お話。引き出して、俺の中にあるものを引き出して。手伝って。何の話してって。頭の中にね、いっぱいいっぱいいっぱいあるんだけどね、いっぱいありすぎて、なんか100個くらいのこと、感情とか、なんか思ってることとか、ぐちゃ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 ずっと高速回転してて、言葉にできない。整理ができてない。うまくみんなが整えて。いろんなことが頭の中でぐちゃ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 してるから困ってる。オーバーヒートしそう。質問じゃないけど話題振って。ADHD 特有なんだけどね、そのなんだろう、そう、だけどそのなんだろうな、
具体的にね、脳みそ交換しないとわからないもんね。多分ね、普通の人がね、脳みそをこう体感、疑似体験みたいな、脳を入れ替えて感覚器官入れ替えてってやったら多分発狂すると思うんだよね、多分。何これってなると思う。何これっていう。なんか、なんでこの人たち平然と生きていけるんだろうっていうのが子どもの頃の感覚だったもんね。なんでこの人たち普通に生きていけるんだ、普通にっていうか、なんでこんな鈍感なんだろうっていうか。たまにね、そのスイッチが切れる時があるの。疲れてる時とかプツってね、その脳が働かなくなるとすごくいいんだよね。だからなんだっけ、あの薬リタリンとか覚醒剤打ってみたいよね。脳が普通になる状態を体験してみたい。なんだっけ、あと脳みそにさ電気を当てる実験があって、軍人に脳みそに電気を当てる実験をして、その脳を活性化するみたいな。で、その被験者っていうのが女性の軍人で、そのシミュレーション、戦争のシミュレーションやったら逃げちゃったの。で、一人も殺せなかったんだけど、その電気を当てた後、その全員キルして、で、本人にインタビューしたら、もう終わったのって言って、で、まだゲームの途中でしょって言って、いや、もう君全員殺したよ、みたいな。え？みたいな。私、全然集中、過集中してて、って言って。で、その後の実験が面白くて、その電気を当てた後、スコアが上がっただけじゃなくて、なんだっけな。ずっと神経が、要は、心の雑音がなくなったって言い始めたの、その子の IQ が跳ね上がったんだけど。心の雑音に私は囲まれてて生きてたって、不安とか恐れとか全部自分が作り出した幻想だったって、今は何も考えてないって。で、唯一私が考えてることは、その電気をもう一度当てたいっていうことだけだっていう。すごい静けさがあったんだって。心のざわつきとか心の声が一切なくなったっていう迷いとか。すごいよね、ニルバーナを電気で作れるんだ、脳に電気当てると悟るんだ。なんか仏教の話みたいだなと。なんで心、こんなに心がざわ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 するんだろう。いや、正常になったんじゃなくて、もともと正常な人に与えたんだよね、それは。心の雑音が聞こえなくなったんだって。心の雑音が多すぎる。
でもなんか思うんだけど、実はどんな人間にも同じ能力が備わってて、頭のいい人と頭の悪い人がいるんじゃなくて、実は人間がの持ってる能力っていうのはあんまり変わらなくて、俺はね、開いてるか開いてないかだと思ってるの。持ってる能力はそんなに変わらなくて、開けたやつか開けてないやつかの違いだと思ってるのね。それが自分で意図して開いたのか、第三者が無理やり開いたのかはわからないけど、そうだと思うの。実は人間が自分自身にフィルターかけてるんじゃないかなとか思ってて、アイテムありがとう。本当は人間がの持ってる能力ってそんなに変わらないんじゃないかなみたいな。個体差はあるけど宇宙精神とつながればそんなものは飛び越えられる。宇宙精神って何？なんかあれだね、バラモン教的だね、インドっぽいね。いや、なんかね、受動体、うん、違うな、うんと受け取る器官だと思ってるんだよね。頭の良さって実は発想力の方ではなくて受け取る方の能力だと俺は思ってるの。受ける方、そのなんだろう、感じる力というか、考える力じゃない、実は感じ取る力だと思ってて、感じ取りすぎなんだろうね、多分受け取りすぎてるんだ。見えてるやつと見えてないやつがいるんだ。疲れ。時間か、そろそろあと15分ぐらい出ないとな。
あ、ありがとう。もうそろそろ流れを変えたいな。なんかのタイミングが来るとパチンって変わるんだよな。あ、でもいい兆候だよ。いい兆候。人生今まで3、4回あったけど、この問題意識が多分変えてくれるから、俺のこと。これはね、よい子さんからプレゼントされた。リスナーさんからプレゼントされたもんばっかりだね。こじきだから。自分で買ったものなんかほとんどない。そう、買ったもののお金ですら人のものだから。不思議な生き方だよね、本当に。人の金だけで生きてる。変なの。じゃあ俺、映像のあのミーティングに行ってくるわ。みんなありがとう、お疲れ。Stand by me.